津市内では今朝、選挙管理委員会の職員ら12人が投票用紙などをトラックに詰め込みました。投票用紙はおよそ450万枚、不在者投票用の封筒はおよそ18万枚です。圧倒的にタイトなスケジュールになりますので、ただ一方でちゃんと選挙やらないといけないというところがありますので、職員および各配送業者の方とかですね、ご負担をおかけしていると思いますけれども、ちょっとなんとか進められるようやっているところです。発送された投票用紙は今日中に各市長に到着し、16日から始まる期日前投票までに各投票所に配送されます。